皆さん、こんにちは。今日は私と大学をご紹介します。はい、では行きましょう。はい、今私はアパートに住んでいます。皆さん、この道を見えますね。この道は毎日歩いて学校に行くです。私のアパートから大学まで15分くらいかかります。そして三木川は大学の寮があります。はい、今私は大学へ行く。まずは私は大学の名前を教えています。大学の名前はナシモコン大学グルテープ校です。3キャンパスがあります。一番はテクニックグルテープキャンパスです。2番はロピピモキャンパスです。3番はパナコン大キャンパスです。しかしパナコン大キャンパスへ行ったことがありません。すみませんね。それで今日はテクニック軍警部キャンパスとバピピムキャンパスをご紹介します。私の大学を近くです。ビッグシーを見えます。ここは大学生買い物をできるです。この中はいろいろなものを売ります。私はテクニック軍テープキャンパスに入ります。道がわからない場合はここに見ることができます。テクニック軍テープキャンパスは広いと大きいです。皆さん、オレンジのビールを見えますね。これは教養学部のビールです。はい、中で見に行きます。ここはコーヒーショップがあります。これは学食です。私は近くに見に行きます。皆さん見てね。とても広いです。ここはアメーションストアがあります。来て飲んでできます。はい、これからはワピッピムキャンパスをご紹介します。はい、今私はワピッピムキャンパスにいます。ここは入り口です。では入りましょう。ピピモキャンパスはテクニック軍テープキャンパスより小さいです。ここはコピーショップがあります。はい、この
ない中で入ります。ここはジムがあります。でも私は誰も使わないね。今体育館を見に行きます。マスク行くね。これは体育館です。にぎやかですね。そして経営学部隣があります。はい、ここはコンビニがあります。とっても便利です。します。